次郎が閉店した跡地には今何がある？なんちゃってラーメン屋さんができることもあれば別のものができることもあるということで、実際もうすでに全て回っております。ですが撮影の許可をいただけなかった、あるいは閉店した跡地に何があるか、結構有名になってるお店もあるんですね。その有名になってるお店といえばですね、例えばラーメン二郎旧赤羽店、ラーメン二郎吉熊と呼ばれたお店は今藤丸神谷本店になってます。ラーメン二郎吉祥寺店、ある日を境にラーメン生郎として独立して、ある日を境に普通に準備期間とか突如、突如です。昨日まで二郎だったのにみたいになっちゃってで、今は定型前ラーメンさんになってますね。ラーメン二郎武蔵小杉店、武蔵小杉店さんはちょっといろいろあってラーメン二郎であることをおやめになって、今はラーメン小次郎武蔵小杉店さんになってる。その他のね、閉店した二郎って今ちょっとどうなってるのか気になりますでしょ。なのでちょっとまずはラーメン二郎 JR 西口蒲田店からどうぞ。蒲田次郎、元蒲田次郎の前来ました。こちら今どうなっているかというと、こうなってます。十二分屋さんっていう別のラーメン屋さんになってるんですね。厳選醤油が、まあ、決め手のラーメン屋さんになってるんですね。美味しそうっすよね。貝出汁とかカツオとか次郎とはちょっと違うと思いきや、意外と背脂とかも入っててパワフルなラーメン屋さんになってるんですね。ということで蒲田次郎さんが十二分屋さんになってきます。続いてはラーメン二郎新橋店、見覚えありますね、網網の店舗の感じ。一体どうなってるのか、実は今こちらなんです。ここ見ます。さあ、グリル東京さんということでハンバーグ屋さんになってるんですね。なんとまだ開店前なんですけど、ものすごく香ばしい香りがする。うわー、ハンバーグ屋さんになってるんですね。次行ってみよう。はい、というわけでね、やってまいりました。こちらカフェ&ダイニングのフォーエバーホワイトさん、こちらも以前はラーメン二郎さんだったんですね。どのラーメン二郎さんだったか分かりますかね、ちょっと難しい。すごいバイクの音が入っちゃったけど、ちょっと弾いてもらったら分かるかな。引いてもらったら分かるかもしれない。どうでしょうか、分かる人は分かるでしょう。そう、ラーメン二郎新小金井街道店どんなお店かっていうと、こういう風に韓国系のですね、ランチをやってたりしたんですが、9月でちょっとお昼の営業終わってしまってですね、お弁当などの販売になってしまったので、これ夜メニュー、ドリンクメニューなどありますけど、ディナーこんな感じになるんですね。夜来てみたいわ。ということで次の城行っちゃいましょう。というわけでビーフキッチンスタンド代々木ステーキハウスさん、このお店の前に別のラーメン屋さんだったんですね。豚骨ラーメンのお店で、そのラーメン屋さんの前にラーメン二郎代々木店がここにあったらしいんですね。情報が非常に少ないお店でして、その代々木店は会社経営の二郎系、まあフーズ系ですとか NS 系だと言われてて、直系のラーメン二郎かどうかはちょっと謎のままなんですよ。画像が一切出てこないんで、二郎と同じぐらい紅白でインパクトがあるんですよ。次の店、また次の店にやってきましたが、見てください。油そば力さんですね。ここはラーメン二郎高田の馬場店さんの移転前の店舗なんですね。高田の馬場店って一回移転してるんですよ、高田の馬場の中で。僕は一回行ったことがあるんですけど、ちょっと今油そば力さんがどんなのを、ちょっとここを見ていただいて、スタンダードな醤油、そして辛味噌で、女性に人気の塩なんじゃないですか。ビーフンとかもやってたりする、ちょっとエスニックな部分もあったりするんですね。二郎の後にお寿司屋さんが一回できたらしいんですね。でお寿司屋さんを挟んでこちらの油そばさんということで、結果ラーメン屋さんになったという。でこの後移転した高田の馬場店が今どうなってるかも見に行きます。 GO! アポロン
アポロンだよね。旧高田の馬場店の移転後の場所にやってきたんです。僕ほんとこれ知らなかった。今どうなっているか、こちらです。ご覧ください、お花屋さんになってるんですね。びっくりだよね。天然持ちたいです。フラワーショップシーズンパークさん、今あのハロウィン10月なんで、ハロウィンのアイテムいっぱいあるし、こちら大きいかぼちゃも550円でやってます。というわけでびっくりしました。飲食店ではなくなっているパターン。ラーメン二郎高田の馬場では今お花屋さんになって、行ってみよう。ということでね、来ちゃいました。ラーメン小次郎鶴見店さんね。もともとあそこにはラーメン二郎鶴見店さんがあったんだけど、鶴見店さんの店主さんが一旦あちらを畳んで移転して、いや JR 西口蒲田店移転して、もともとの店名が一切入らない二郎って実は1店舗もなくて、鶴見から蒲田になったっていう県を越えての移転も鶴見が1店舗だけなんで、ちょっと今食べてきたんだけど、店内撮影はダメということで、インスタグラムでどんなラーメンだったのか出てますんで、あちらが鶴見店さんということですね。いやー、川崎まで来ましたけども、次はどこに行くの。あっちでとさあやってきましたね。さあ今回のお店なんですが、こちらです。看板が出てない、初めてですね。こちらでわかるかな、わかる人はここもわかるかもしれない。こちらはラーメン二郎松田店さんの跡地なんですね。昔はここに、この上のライト、ここに松田店と照らされてたわけです。今何になってるかっていうと、サニーグラフ、写真とか映像とかを配信するサービスをこれから立ち上げたお店になるらしいんですね。写真だけじゃちょっとは臨場感が出ない組体操とか、どうしても映像の需要があるというところに目をつけられる。この会社さんの前はスナックだったり、不動産屋さんだったり、結構いろんなテナントさんが入ってたらしいですね。次はどこに行くんでしょうか。というわけで夜になっちゃいましたけども、こちらののろしさん、こちらは有名ですね。伝説のラーメン二郎大宮店さんですね。大宮店は昔来ましたね、僕ね、大学時代に。のろしさんは初めて来ました。前東大宮駅にのろしさんの二郎系がオープンした時に当日行ったんですよ。そこののろしさんは初めてこんなん食べました。こちらです。めちゃくちゃうまかった。濃厚濃厚、魚介がもう胃に流れ込んでくる。で玉ねぎとの相性もすごい良かったし、ニンニクも10円で買っておすすめですね。さあというわけでラストは、旧ラーメン二郎赤羽店ですね。藤丸の前の赤羽店とはまた別で、こちらの赤羽店は旧松戸店の店長さんが、こちらの赤羽に新しくオープンさせたラーメン二郎が閉店した後にできたお店ですね。炭火焼き鳥トリコ赤羽店さん、今回ちょっと動画の撮影許可下りなくて写真だけということになっちゃいましたが、ここラーメン二郎の名残があります。こちらです。そう、看板の裏に二郎時代の黄色いパネルがまだ残ってるんですね。これあのマニアとしてはですね、すごい興奮材料ですよね。でもちろんトリコーさんは今あの二郎とは全く関係ない、お店なんですが、まあ、居酒屋さんとしてね、とても人気を誇るお店ですので、僕も一回だけ行ったことがあります。というわけで、ラストはエンディング。というわけでね、閉店した二郎回ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。結構面白かったですね、この企画ね。最後は野呂さんの前からお送りいただきました。ありがとうございました。ギュン。